伝承によると、カッシュース条約は、紀元前493年に起こった、レギルス湖畔の戦いの後、共和制ローマとラティウム同盟との間に結ばれた条約である。第一次ラティウム戦争を終結させ、ローマを同盟全体と同等の権力を持つものとした。トンマー・ゾラウレティが、レギルス湖畔の戦い紀元前509年に、 生まれたての共和制ローマとカルタゴとの間に結ばれた条約ではローマはその郊外を自分たちの領土として挙げており実際にはラティウム同盟と紛争中であったがもうすでに自分たちのものであるように振る舞った紛争は続きレギルス湖畔の戦いでローマが勝利した結果ラティウム同盟は条件付きで降伏した条約は 紀元前493年にローマと30のラティウム都市軍との間に対等の関係で結ばれた。条約名は当時の執政官でローマ側の代表であったスプリウス・カッシュース・ウェケッリヌスから取られ、ローマで批准された条約ではいくつかの条項が提示された。両国間の平和についてはもちろん、さらに踏み込んで他のイタリック人に対してローマ軍、 ラティウム同盟軍は共同して、相互防衛に当たることが謳われた。もう一つ、同盟とローマは戦争で得られた、戦利品をすべて分かち合うことも明記された。また、両者の繁栄のため、獲得した、新領地に共同植民地を建設することにも合意した。その結果、ローマ市民とラティウム同盟諸都市は資権を持つ、共同体を作り上げていった。 この条約のコピーは聖堂に刻まれ、ローマのホールムの銅柱として、キケロの時代まで存在しており、初期のローマの重要な一律化となったが、オリジナルは失われてしまった。ハリカルナッソスのディオニュシオスによるとその条文は、ディオニュシオス版では、ローマとラティウム同盟間での相互防衛協定についての言及はあるが、連合軍の指揮系統や相互協議規定についての言及はない。 ルキウス・キンキウスの断片的な記述によれば、ラティウム側は、フェレンティナの泉に集まり式に関する問題を議論したという。彼はまた、ローマ人がラテン語名の順番に従って指揮官を提供する義務を負った年に起こったプロセスを書き残している。その過程は、やや曖昧だが、ローマとラティウム間で数年おきに指揮権を交代していたことが伺える。しかしながらそんなことは、 実際にはなかったと思われ、最も可能性が高いのは、実際に遠征が行われた、数年間だけローマの指揮官が召喚されていたと思われる、紀元前486年、ローマはヘルニ貴族と条約を締結した。その条項はカッシウス条約と類似しており、そのことからヘルニ貴族もローマとラティウム同盟間に結ばれた。 カッシウス条約体制に組み込まれたのではないかとも考えられる。この条約はローマを強大化した。実質的にラティウム同盟軍を生まれたての共和制ローマ軍と一体化させ、それによってローマは伸長し、イタリア半島を征服していった。条約は紀元前358年に更新されたが、その直後にローマは条約を破棄して、ラティウム戦争が再発した。 ローマは最終的に条約体制下のヒローマ人を屈服させ、カッシウス条約は廃棄された。ありがとうございます。